タケシャンマンです。今日はパンチの身体の一致っていうのを、昔やったことあるんですけども、10分トレーニングでちょっと皆さんと一緒にやってみましょう。で、まあ身体の一致っていうのは、まあ、簡単に言うと、まあ、威力とスピードが、まあ、出るということですね。で、じゃあそれをどうやって、出すかっていうと、まあ構えますね。構えてパンチ行くときに、みんな、大体ほとんどの人が、まず肩を振っていきます。肩を振って、行きやすいです。あとはパンチ行くときに、こうですね。こう下ろす。ね。あとは、こうですね。ね。こうなっちゃう。これ全然一致しない。よいしょーっていう感じになってるので、それをどうやって一致させるかっていうのを、一緒にやっていきましょう。それではやっていくんですけども、ね、まあどうやって一致させるかっていうと、まあ、簡単な話なんですけども、極真空手の基本稽古の中で宇宙的段払いっていうのがありますね。まあ三陣立ちじゃなくてもいいです。もう足平行ぐらいにして、まあ宇宙的段払いですね。ね、用意で、肘寄せて、ね、パッですね。肘寄せて、パッ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 ですね。パッ、パッ、ね。おー、これです、これ。ね。これですね。これに合わせていきますね。なんで、これ前の動画でもやりましたけど、気をつけるのは、こうですね。あっ、あっ、あっ、これやりすぎない。ね。パッ、ね。パッ、パッ、ね。さっていう感じですね。それを、じゃあどうやるかっていうと、まあ、組手の形になりますね。で、したら、こっからまず、自分サウスポーなんで、左手で打つ場合は、今こう、こうです。こっから、宇宙的乱舞。パンね。よーい。10回行きましょうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら次はね、今こうですね。こうやりましたね。やったので、これを、こう前に、パンを、ちょっと、前ですね。ここからよーい、パン、パンですね。これ10回いきます。よーい。1、パン、2、パン、3、4、5、6、7、8、9、10、バンね。で、こういう感じになります。そしたら、次は、ですね、今度は出してあげます。こう出してあげます。で、まあ、宇宙的な球がこうだったのが、こうです。で、ちょっと寄せてあげます。で、トンですね。1、トン、2、トン、3、トン、4、トン、5、6、7、8、9、10、ですね。こういう感じになってきます。で、最後は、ここですね。こっから、トン、ね。こういう感覚で、トン、トン、ね。トン、ね。ストレート。5です。5、6、7、8、9、10、直れ。そしたら、今度はそれを逆にするんですよ。ね。さっきこうで、こういったの逆。ね。逆。ね。はい。じゃあ、もう、ここはもう省いちゃいます。ここから行きます。よーい。1、2、3、4、5、6、7、
ね、よーい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ね、したら今度は後半のコース、トン、トン、トン、よーい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、したらこっからですね、ね、よーね、ちょっと入ります、するような感じになるので、ぜひ皆さんも試してみてください。うん、千葉道場では幼稚園生から大人まで会員を募集しております。体験好きの1ヶ月間は何回体験していただいても構いません。また入会していただくと道着はプレゼントとなります。さらに兄弟または親子に関しましては家族割、兄弟割というのもありますので、ぜひ参考にしてみてください。またたけちゃんマン動画を見て、よし、これなら俺もできるんじゃないかと思って一人で家で動かしてみて、実際はなかなか最後の最後うまくいかない方が多いと思います。そんな方はぜひ千葉道場に入会していただいて、一般の稽古からまた身体操作クラブという時間帯があるので、そこに参加していただくと本当に細かい体の動かし方からやっていきます。そうすれば本当に上達が早いと思います。ぜひこの機会に楽しく空手を一緒にやってみませんか。お待ちしております。